ファイナルファンタジー実況プレイ実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。続きからやっていきます。セーブして一旦終わるって言って、で終わったのだが、このシステムからゲーム終了したら勝手に、やっぱりプレイステーション3だから勝手にセーブしてくれるんだと、自動セーブ機能があるんだろうと思ってね、それでね、終わったらね、セーブできていなくて、今やっと戻し作業終了しました。でここにこういうやつ、絶対エテと同じことした人おると思うわ。うん、絶対いると思う。で、ちょっとエテの、ちょっと今コントローラーがたまに暴走する。うん、よし。OK。で、まあ、それはいいんだけど、うん。とりあえず戻し作業終了してね、だいたい前と同じ感じにね、しときました。うん。この家も、この外に置いといたし。で、ちょっとね、これもね、最初のとこからパクってきちゃった。うん。最初の、スタート地点のやつ、これ壊せたから、これ持ってきちゃった。これ、とりあえず、入れとこうか。今は必要なさそうだし。これと、で、さっきキノコもね、なんか拾った。キノコ。で、設計図ももう立てたからいらないし。うん。OK。で、これの次なんだけど、なんかさっきビリンと話したら、ビリンがここに来る途中になんか変なやつがおったと。うん。なんかキモいやつがいたから、そいつに話しかけて、この町に住んでくれる、一緒に、こう、復興アレフガルト復活を目指して、人数集めようぜと、頭数揃えて、頑張ろう。ん、起きた？ん、起きたのね。うん。ってことで、とりあえずそいつ誘いに行っちゃいなよと。うん。ちょっとキモいけど、そいつもうとりあえずね、仲間にしてあげないっていう話を先されました。うん。岩山の向こうにいた人は怪しげだったけどと。うん。ってことで行こうと思います。で、なんか Q マーク、うん、この右上のコンパスの Q マークの方に向かえば、そいつに会えるらしいので、行きますか。うん、行こう。で、ちょっと、あれだ。薬草とか作っとこう。傷薬を最大数。最大数ってどうやるんだったっけ？あ、こう。はい。よし。ハティコできたよ。じゃあ行こうか。いやー、すごくやりたかったんだけど、ちょっと時間がなくて、初日の1時間だけやって、で、編集してもう動画アップしてるんだけど、それから約1日2日ぐらい経ってるかな。1日か。うん。なんかあるよ。誓いの印と書かれた古い看板が立っている。手印のようだ。看板の文字を読みますか。うん。王、悪しき竜王が世界を闇で閉ざしてからどのぐらいの年月が経つのであろう。世界は者たちに脅かされ、我が故郷メルキドもついに滅びてしまった。竜王によって物を作る力を奪われた人々は急速に文明を失い、今や文字すらも失いかけている。人間が当たり前に持っていた物を作る力は人間の最も大切な力の一つだったのだ。私は文明が滅ぶ前にアレフガルドの各地を旅し、世界に起きたことを、記録に残していこうと思う。これはその誓いの印である。私の旅の、記録はアレフガルド歴帝という書物としてまとめ、各地に残していくつもりだ。
もしこの誓いを見た者がいれば私の足取りをたどってくれると嬉しい。大地の精霊ルビスの導きのままに。ガンダム。まあ、そのガンダムがいっぱい看板立ててるんだろうね。うん。あ、間違えた。使っちゃった。こういうのどんどん壊していこう。初めての木箱。お、調べる。誰かいるのだろうか。怖っ。ん、怖そうとりあえず怖そう。うん。ちょ、ああ、落ちる。うわ、やめて。なんなんこいつ急に。あ、勝った。あ、はまった。よし。うれ。よし。落ちた。お、キメラの翼だ。オッケー。水はね、落ちるってもう、覚えたからね、エテは。スライムは雑魚。痛い。下手くそ落つ。大丈夫。傷薬はいっぱい作ってきたからね。うん、よし。傷薬に合わせておいて、9だからこっちだよね。ほっ。あ、痛い。結構距離感難しいよね、距離感がね、難しい。うん。なんかあるよ。いんのかな？なんだここは。読む。失われた文字というのものはなんと難しいものなのだ。ヌルキド録を解読するには、メルキド録を解読するには恐ろしく時間がかかりそうだな。ひどく読みにくい字で書かれている。これ以上はとても、読む気が起きない。読めるんだろうけど、読んでくれよ、そこは。我慢してよ。我慢して読んでくれよ、それは。こっちだよね。ドラキーとかいるんだけど。こっち。キノコいっぱい入ってるじゃん。取っとこう。絶対後々なんか、キノコ、お腹減った、キノコ食べたいよーとかいう、ね、やつが現れると思うんでね。キノコ取っとこう。ん？呼んでるね。どこだい。ん？話す？は？は？誰に？誰かおるのか。魔物どもにいたずらされて土の中に閉じ込められてしまってな。誰かは知らぬが、我が輩をここから出してくれ。こいつか、変なやつって。うん、あ、知ってる。上下の切り分けはちゃんとマニュアルを読んだから分かってるよ。うん、助けてやるか。こんなどんくさいやついてもな、役に立たんだろう。これでようやく抜け出せるな。助かったぞ。わははは。お主は何者だ。随分とぼけた顔をしとるが、あんたに言われたくないよ。マリオだ。この近くで町を作っておるだろ。それは素晴らしい。我が輩も町づくりの仲間に入れてはくれぬか。まあね、ビリンがね、まあ仲間に仕上げてって言ってたから、もうしゃーなしやで、ほんまに。しゃーなし。なんだその苦虫を口の中で握りつぶしたような顔は。たとえ断られても我が輩はお主の町に行く。たった今そう決めたのだ。はい。来るといいよ。ちょっと待ってね、コントローラーがね、
ちょっと一回抜き差ししてみるわ、ちょっと。なんか勝手にね、リセットされるというか。あ、これでいいのかな？うん。あ、そう、すごいよね、これ。今更だけど PS3 のコントローラーって PS3 に繋がなくてもさ、電源入るってすごいよね、これ。今更なんだけどさ、これ充電されてるんでしょ？マジで感動だな。まあ、プレステ2ばっかりし、プレステ2しかやってなかったから、すごく感動するわ、これ。頼むぞ。ロロンドが仲間になった。はあ、ん？お主の町行こう。一人で行け、お前。ついてくんな、し！ついてくんな！ロロンド、お腹減ってるだろ、ロロンド。お腹、桃柿あるんだけど。食う！食う！食う！拍手してくれるんだ。ありがとう。ありがとう。悪いやつじゃなさそうだわ。うん。装備が壊れそう。あ、壊れるんだ。よし、ちょ、早急にコンボを作ろう。前回もね、作ったからね。セーブする前のデータは。あ、これ作れるじゃん、ここで。作ろう。あれ、コンボ作れなくない？やばいの来た、やばいの来た、やばいの来た！おい、行け！おう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 、お前戦ってくれるのか！よし、よし、よし、引きつけろ！お前戦ってくれんのか！うん、お、行け、行け！後ろ、後ろ、後ろ、行け、行け、行け、よし、よし、よし。あ、いいね、いいね。戦ってくれるんだ。桃柿1個あげたいけど、あげれないよな。あげれるのかな？行こう。とりあえず町戻ろう。で、町。あ、なるほどね。そうやって示してくれるわけだ。ちょっと、やばくないこれ。登れなくないか？あ、いけたいけた。おい、おい、おい、おい。よしよし。こっちだね。ちょ、とっとと帰ろう。で、梱包ってどうやって作ったんだっけな。なんかが足りない。木と、石とかかな。石？木だけでできなかったっけ。あら？もしかしたら石の台座じゃないと作れないとか、そういう感じかな。石の作業台？うん。ちょっと一回家で試してみよう。作業場で試そう、一回。この汚いおっさんもついてきよることだし。こっち。おお、着いた。オッケー。戻る前に一回ここで、あ、ほらほらほら、やっぱそうだ。うん、作れるやつが変わるんだね。うん。あ、間違えて食っちゃった。装備でこれを、よし、これでこう壊れてもすぐにね持ち帰ろう。ただいまー、ビリーン、ビリーン帰ってきたよ。やってねーって、こう、まっすぐに仲間を見つけて、くれたんだ。うん、なんか言うとるな。ぬぁ、ここへぇーって。ぬぁ、ここへぇー。うさんくさそうな人は。だから私、あの人を見つけたとき、声をかけなかったんだ。正解だわ。うん。うん、正解。それは正解だ。一人で笑いながら大きな本を、撫で回していたの。おい、おひげだって生えてるし、頼りになりそうな人だと思わない？それに物知りそうな感じがするでしょう。だってあんなにおひげが生えてるんだもん。
とにかく仲間でよかった、みんなで一緒に楽しい場所を作っていこうね。そうだな、うん。あ、これ木の実使ってった方がいいのかな。おっさん生命力にあふれた場所なのか。この地こそメルキドー録に書かれた、伝説の都市メルキドーを復活させる、最良の地だ、うん。そのメルキドー録というのはどんな本かだと。メルキドー録は我が輩が代々受け継ぐ、ありがたい書物でな。ここには、何百年も昔に失われたものの作り方や人間の歴史が書かれておる。メルキドー録を読み解けばメルキドーの町を復活させる糸口も見つかるはずだ。何かの巡り合わせであろう。うん、巨大な町を作ろうぞ。わかりましたよ。作ろうぞ。あ、え、なにこいつ、なにここ入ってんの。ちょ、待って、は、ちょ、待って、これはダメだ。お前起きろ、ちょっと。さすがにそれは起きろ、お前。さすがにな。ベッドどれだ、藁のベッド。あいって持ち物、あ、拾えてないのか。あ、持ち物これがいっぱいなんだ。じゃあとりあえずこれ、しまって、で拾って、マジそれだけはね、ゆる、あの、ダメ。お前ここだ、お前。であと松明だね。よし、はいはい、寝ていいよ。はい、はい、寝ていいよ。お、ごめんな、ビニー。ごめんね。うん。よし。お前、マジ、外で寝ろや、マジで、ちょっと。ほんとに。ビビるわ、ほんと。急に寝出すからよ。なんか作れるかな。あ、ボロの服。あ、なんか、今だってさ、今装備してるよね、多分。うん、装備してるわ。とりあえず傷薬作っといて、はい。整頓しとこうか。また人探しに行かなきゃならないだろうし。いらないの。これしまう。これは、あ、キメラの羽。あ、キメラの翼を手に入れたんじゃないんだ。羽か。羽ですか。素材系はちょっと入れとこう。キノコ食べれるしな。草原の種、これ使ってみる。使おうか。使っていいよね。おお、いいね、いいね。種系はもうどんどん使っていこうか。で、おっさんがなんか出してるな。起きろ、お前。本当にお主が作ったの。ということは、お主には人間が失ったものを作る力があるということになる。うん。創造の力を持つ伝説の存在、ビルダーなのか。はい。そうですね。ビルダーですね。うん。こんなとぼけた顔のものをそう簡単に信じるわけにはいかん。そうだ、いてこよう。遠く離れた場所から、我が輩を連れてここに戻るのは大変だ。であったろう。岩山に住む魔物キメラを持つ羽が数枚あれば、
移動がとてつもなく便利になる特別な道具が作れるという。うん、さっき羽拾ったから分かってるよ。ああ、我が家に見せろと。はいはい。あ、出てっけお前。ちょマジでビリンと同じさ。あ、やばいやばい、これじゃダメなのか。これじゃダメなのな。しゃあないな。一マスだけ開けといてやるよ。あ、これでいいんだ。よし。よし。じゃあちょっと、キメラの翼を取りに行くか。